ただいまご紹介いただきました渡辺でございます。現在栃木県の那須塩原市の副市長をしております。98年、総務省、現在の総務省に、入りまして、内閣官房で、行政改革、公務員制度改革などを取り組んできたという経緯があります。ここにいらっしゃる先生にもその時には何人かお世話になった方もいらっしゃいます。しかし今回、ここに参考人として来ているのはですね、仕事とは一切関係ない、5歳の娘を持つ父親として出席しております。従いまして、発言は一個人のものとして、考えていただきたいと思います。まず私の件につきまして、簡単にお話をしたいと思います。私につきまし、の件につきましては主として国内の話ではございますが、2点でハーグ条約に関係しております。1点目は私の娘が国外に連れ去られる恐れがあるという点です。から2点目は国際的なこの連れ去り、親子の引き離しと国内の子どもの連れ去り引き離しというのは構造が全く一緒でありまして、密接に関連しているということから、国内の話を抜きにして実はこのハーグ条約の話というのは進められないというふうに考えているからです。まず私の件を述べますと、2010年5月に当時2歳の娘を妻に連れ去られました。妻は元国連職員でアメリカ国籍も有しております。妻は娘を連れて国外の職場に、復帰しようとしていたのに対しまして、娘の養育環境として、国外でしかも妻一人で娘を養育することに関して私が強く反対いたしました。結局私は仕事をしながら娘の主たる看護者として娘を養育することになって、数ヶ月 生活をしていました。そのような状況の中におきまして、一緒に暮らしていくことは難しいということで、面会交流養育費等につきまして定めた離婚協議書を妻の方に私から提示したところ、妻から2週間待ってほしいと言われて、その回答を待っていたところ、1週間後に保育園に私が娘を迎えに行ったら娘がいなくなっていたという状況です。そしてその数週間後には警察署で警察に見張られての面会交流なるものを強要され、さらに数ヶ月後には突然裁判所から妻からの申し立てということで DV の出頭命令が来ました。結局それは事実無根であるということで妻側が取り下げざるを得ませんでしたが、その直後に妻から看護者指定の審判の申し立てがなされ、その担当が参考の記事にも入れてますが、多くのメディアで現在取り上げられている若林達重という裁判官です。その審判が行われている中、民法766条が改正されまして、妻らが行ったような子どもの連れ去り引き離し行為というのは裁判所の親権者、看護者、看護権者指定において不利な推定が働くと、そういった立法趣旨も国会で、当時の法務大臣より明確に答弁されました。若林裁判官にはその議事録等を見せまして、法に従った運用していただきたいと私が要請したところ、その裁判官は法務大臣が何を言おうが関係ないと、国会の議事録など参考にしたことはないとおっしゃられ、あなたと法律の議論をするつもりはないと言って、その場で法廷を退出してしまいました。その後この発言が不適切であるとメディアで報道されたことに、反発しまして、この若林氏は公文書である審判書において私が妻に対しハサミを突きつけたなど何ら根拠なく TV を事実認定、一方で私が提出した妻に年100日近くの面会交流を認めるという共同養育計画などにつきましては私の主張は一言も記載がありませんでした。さらに民法766条の規定は従前から認められていた裁判所の運用に明文が一部追いついただけ、今回の法改正を取り上げてこれまでと違うと強調することは相当ではないなどと立法趣旨と全く異なることを書いた上で、娘の連れ去りや引き離しについては何ら問題ないと妻を看護者としました。裁判官は言うまでもなく法と事実に基づき判断することが仕事であるはずです。その2つとも堂々と無視したこの文書は公文書に値するものでないことは明らかです。高裁最高裁は当然そこの事実認定は法解釈を含め覆すと思っておりましたが、その期待は裏切られ看護者を妻とする決定が昨年の10月になされました。娘は2010年の9月に私に会ったきり全く会えておりません。会いに行けば妻や妻の母親が警察を呼びます。私は警察官6人に囲まれ、娘の顔すら見ることができませんでした。電話をすれば着信拒否、娘の誕生日にプレゼントを送れば受け取り拒否でそのまま帰ってきます。裁判所にはこのような事実を伝えていますが、一切事実として認定することは行いません。このまま行って妻が親権者となることが確定すれば、妻が外国に娘を連れ去ることになっても私は何ら止めることができないということになります。
ハーグ条約に入ろうと、このようにまずは国内で子どもを連れ去り引き離した上で、親権を一方の親から奪いさえすれば、ハーグ条約加盟国への国外への連れ去りも堂々と合法的にできます。民法766条を無視した現行の裁判所の運用を放置したままでは、ハーグ条約この実施法は完全なザル法になります。私のケースは妻が国外に娘を連れ去ろうとしている点では特殊です。しかし娘を連れ去られた後は子供を連れ去られた親が経験することとほぼ一緒です。子供を連れ去られた瞬間に数年後には子供の親権監護権を連れ去った親に裁判所が監護権を裁判所が付与するということは確定しているのです。裁判官が下すその結論に向けて、すべてが自動的一方的に進行していきます。その進行をマニュアルに従い進めていくのが弁護士です。妻や妻の母親からは、娘を連れ去った後、これまで一度も口にしたことのないような DV、内閣府男女共同参画局、面会交流、FPIC なる言葉が出てきました。まるで何かに憑依されたかのようです。そしてその弁護士らにより、作成されたシナリオ通りに物事を進めていくと、そのシナリオがそのまんま裁判所の審判書になるようになっています。裁判官にとっては決められたフォーマットに主語を入れ込めばよいだけです。一度子供を奪われれば、その後どのようなことをしようが、ベルトコンベアに乗せられたように、すべては自動的一方的に進み、親子関係は機械的に解体されます。ぜひ私の話を聞いている方には、私に同情しないでいただきたいと思います。恐怖を感じていただきたいと思います。結婚し子供ができた瞬間から、潜在的に子供を奪うか奪われるかという状況に置かれているのが、この国の裁判官らによって作り出された仕組みです。今日国会を置いて皆さんが家に帰ったときに、配偶者と子供がいなくなっていれば、3年後にこの場にあなた方が立っているということです。なお多くの者が誤解していますが、子供の連れ去り引き離しに遭うのは父親だけではありません。多くの母親が子供を奪われ苦しんでいます。資料につけたように、子供を取り戻そうとして逮捕される母親も少なくありません。今日も子供に会えない母親の方がたくさん傍聴に来ていただいております。先に連れ去られれば、男女に関係なく監護権親権を裁判所に奪われるんです。国会において最高裁の家庭局長らは、裁判官らがさまざまな要素を考慮し総合的に判断しているなどと答弁していますが、それは事実と全く異なります。子供を連れ去られた親から監護権親権を奪うという以外の判断はしていません。裁判官らはさまざまな言い訳をしますが、事実は一つです。私の言葉が嘘だと思うのであれば、審判裁判の結果について、国会で徹底的に調査していただければすぐわかるはずです。このような裁判官のやり方につけ込んでいるのが、離婚弁護士と言われる人たちです。彼らは一様にハーグ条約に反対しております。それはなぜでしょうか。それは国内の連れ去り問題に影響するからだと吉田陽子弁護士がおっしゃっています。まさにその通りです。国際的に連れ去りを禁止、引き離しを禁止、国内はそのまま、そんなことは一般的な感覚からして不自然なことであり、放置しておくことはできません。ではなぜ国内に影響すると困るのか。それは子どもの連れ去り引き離しビジネスができなくなるからです。私も現在月に14万円、給与から強制徴収としてお金を取られています。娘がほぼ3年間どのような生活をしているのかも全くわからないまま、金だけは裁判所から毎月強制徴収されます。私が親権を奪われれば、養育費等の名目で娘が大学卒業するまでの間、月に何万円もの金を給与から強制徴収されます。トータルで数千万円は下りません。その最低でも1割を弁護士は報酬としてピンハネできます。こんな楽に儲けられるビジネスはありません。妻の父親は私に対して、あなたは公務員だから取りっぱぐれがないと弁護士から言われたと笑いながら言ってましたが、まさにその通りです。ハーグ条約に反対する弁護士らがいたら、ぜひ聞いていただきたいのは、あなたはいくつの家庭を壊しましたか、それで一体いくら儲けたのですかということです。このように弁護士らが子供の連れ去り引き離し、そして虚偽の DV を強査しています。この利益など全く考慮していないことは明らかです。それにより多くの罪なき親子が引き裂かれております。一番の被害者は子供です。これはハーグ条約で問題となっている国際間だけの問題ではありません。しかし弁護士らにこのような連れ去りビジネスをやめるように指導したところで意味がありません。弁護士の仕事は裁判に勝つことです。勝てなければ報酬も得られません。結局子供や子供をも親を利用して荒稼ぎする弁護士を作り出しているのは裁判官です。拉致司法と呼ばれるような国内の子供の連れ去り引き離し問題を解決するため、一昨年民法766条は改正され、離婚時にこの利益を最優先に考慮し、面会交流その他について夫婦で協議するように規定されました。その国会審議の中で、法務大臣が裁判官に親権者監護権者を決定する際の判断基準として、継続性の原則を使うべきではないこと、そして寛容性の原則を基準の一つとして採用すべきことに言及しました。この立法趣旨を踏まえ、裁判官が従来の親権監護権決定の判断基準を改めれば、私は娘と2年前に共に生活できるようになっていたはずです。しかし裁判官らはこのような基準を徹底的に無視しています。
前述の若林裁判官が公文書に記載した文言はまさに今の裁判官の意識をそのまま文字にしたにすぎません。国会で法務大臣が何を言おうが法改正しようがそんなことは関係ないということです。最高裁は若林裁判官これだけメディアで非難されていても懲戒処分一つしません。彼が誤ったことなどを言っているとは全く思っていないということです。民法766条が改正された一昨年前から民法766条の改正について最高裁、家庭局の裁判官や法務省民事局に出向している裁判官らは国会で聞かれれば民法766条の立法趣旨を周知徹底しますと答弁してきています。しかし子どもを連れ去った親、引き離されている親を監護権者、親権者として不適格とする、引き離しをしている親を監護権者、親権者として不適格としている判決が出されたとの話は一切聞きません。彼らは一体何年経てば周知し終わるのでしょうか。裁判官らが態度を一切改めることがない中で多くの親が子どもを連れ去られ会えないことを苦に自殺しています。裁判所の判決直後、妻の実家の庭で首を吊った父親もいます。彼らは裁判官らにより殺されたと言っても過言ではありません。裁判官らを含め裁判所にいる公務員がどのようなものかを象徴する資料があります。裁判所職員が書いたブログで、お手元に入れてあります。そこに書いてあることを読み上げますと、自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者、自分の要望が通らないイコール裁判所の相手の見方をしていると完全に妄想中、もうダメだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ、裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ、ああ敷地の外ならいつでもどうぞ。私はこのブログを見て全く驚きませんでした。私なり多くの子供を連れ去られた親たちが裁判所で出会う職員は裁判官をはじめ皆このようなものです。多くのこのような意識が省全体に蔓延しているのだと考えれば、なぜ民法766条を改正しようが裁判官らが先例を変更しないかわかるはずです。ハーグ条約に批准しても裁判官らは全く行動を改めることはないでしょう。国会議員の方にはぜひ民法改正の時と同じ鉄を踏まないでほしいと思います。裁判官ら、それから裁判所から出向している法務省民事局の、公務員、彼らに絶対に騙されないでほしいと思います。具体的には、ハーグ条約批准を機に、面会交流などについて裁判官らの裁量の余地が残されている部分については、極力裁判官の裁量を許さないよう、法解釈を確定させてほしい。それから、ぜひ国内の裁判所の運用、国際的なルールと整合性を取るよう、条文の修正をしていただきたいと思います。不足でも構いません。そうしなければ裁判官らによって殺された親や親を殺された子どもたちが救われません。最後に私の話に戻りますが、私の中の娘の記憶は2歳で止まったままです。娘は父親がどこにいるかも分からないまま3年近く過ごしています。誕生日、クリスマス、夏休み、それからこれから来るゴールデンウィーク、普通の親子が一緒に体験できるはずのことが全くできていません。娘は今は父親に捨てられたと思っているでしょう。私は妻を非難するつもりはありません。弁護士に親権を取りたければ夫を騙して娘を実家に連れ去らなければダメだ、夫に先に奪われたら決して裁判に勝てない、二度と子供に会えないと言われてそれに抗える者が世の中どれだけいるでしょうか。そして一度子供を連れ去ってしまえばもう後には戻れません。親権を奪うためには弁護士に言われるがままあらゆる手段を使うことになります。虚偽の DV の主張などもやらざるを得ません。私の家庭はどこにでもある普通の家庭であり、妻も私も娘に愛情を持って接していました。単に妻と私とが共に仕事を続けたいと考えていただけの家庭です。しかしこの日本の司法のせいで娘は私と3年近く会うことができない状態となり、私は裁判官に DV 男と認定されました。不毛な裁判を2年近く続け、私と妻そして娘の人生はめちゃめちゃにされました。もうこの失われた3年間は戻ってきません。繰り返しになりますが、私のケースは決して特殊ではありません。誰でも弁護士に狙われたが最後、ある日突然子供を奪われ、私と同様の状況となります。一度は一生を共にすると誓った者と徹底的に戦わされます。裁判官も弁護士も徹底的に夫婦で争ってもらわなければ仕事になりません。金になりません。子供を誘拐された上に虚偽の DV で訴えられて、冷静でいられる者など誰もいません。そこまでやられれば夫婦で協議することなど決してできなくなります。それこそが弁護士や裁判官が望む状況です。数年にわたり裁判官と弁護士らにより家庭を徹底的に破壊された後に残るのは、一人で家事育児仕事をこなさなければならない親、それから子供に会えない親、それから親に会えない子供です。裁判官と弁護士が誰も得をしない仕組みです。最後に訴えたいのは、このような悲惨な境遇に置かれる親子というのは私たちで最後にしていただきたいということです。法律国会を完全に無視して好き勝手にしている裁判官ら、
を放置しないでほしいと思います。私もそうですが、彼らは単にテストが得意なだけです。国民からこの国社会を任されているわけではありません。ぜひ国民の代表である国会議員の方々が責任を持って、この国にいる子どもたち、そして日本人を親に持つ子どもたちが両方の親からきちんと愛情を感じて育つことができる仕組み、皆が笑って暮らせる仕組みに改めていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。